ああ、クソバイだ。ああ、そこの魚盗みたかった。そこの魚盗みたかったんですよ。好天通り。ここお店とかあるんかな。はい。越黒屋のやつ。借金の方だ言うて。越黒屋さんとこのおまさちゃんを。誰かが。長兵衛もおまさもわからん。この紅天通りじゃ。どこに越黒屋のもんがおるかしれん。はい。権力者がいるんやな。越黒屋っていう。食い物にしちゃろういうやつらばっかり。下手なこと聞かれて。貧乏人のわしはどうなる思った。貧乏人なら結構。そうじゃった、そうじゃった。潔白な服着ていくような君ら。はい、君の服とか金でできてるんじゃん。基本的にああいう噂話聞くとミッションが追加されるようでな。万能薬を確認しろ。はい、鈴の薬を治すには薬が必要だ。弁天通りには薬王という薬屋があり、どんな病にも効く薬を売っているという噂だ。いや、あの万能薬もう一回使ったんやけど、お鈴に。鈴なに。てか、今僕お金持ってないんですよね。こんにちは。すいません、薬ください。すいません、薬もらっていいですか？盗んじゃっていいですか？むしろ。はいからの、違う、シャンクス。あ、くそ。なんか、そう、髪に手つくやめてくれへん？シャンクス。なんか変なことされると僕も困るんよ。どうすればいいかわからなくなるからさ。一回帰ろう。じゃ、こんなん死に来たんじゃあね。僕なんか近くに魚がいっぱいあるって噂を聞いてさ、その魚取りに来たんよ。ほら、もうミニマップ見てください。めっちゃ赤い部分あれやろ。あそこに今僕いるんやけど、今そこに僕いるんよね。もうちょっと使ったわ、腹立つわ。はいはい。どうした？あ、兄貴しょっちゅういるね。愛蔵さんとして、早速、持続働きに精を出しているようだな。ところで、エビゾ、この、好天通りにある薬や薬王には行ったか、先行きました。民衆のために、民箱に獲物を蹴り込むのも大切だが、時には換金して、娘の薬代を工面することも忘れるなよ。なんで僕の娘のこと知ってんの？一日一服でもいいから、欠かさず薬を与えてやることだ。では、俺も仕事の途中なんでな、ここらで別れるとしよう。ありがとうございます、兄貴。わざわざ娘に気遣ってくださって。ありがとうございます。さっき入った部屋って薬屋じゃなかったの？薬屋どこや？ああ、ちょ、この距離見えんの？お前、目いいな、お前。女の人。見つかったけど叫びすらしいひんだ。貫禄すらある。どこ？薬王どこ？今叫ぶの？遅くね？薬王どこっすか、兄貴。兄貴、しっかり導いてくれへんと僕困るよ、兄貴。衣服、おぉ、ちょ、普通に歩いてるだけやん。スタイリッシュ。めっちゃスタイリッシュ。そっか、薬王。こっちか？なんでこんな警察回ってくんの？いやいや、こんな初めて警察と戦うの、いや。やめて。何もしてへんのに。今回に限っては僕何もしてへんのに。はい！よっ。新しいマップ来ちゃった。三角次郎。マップめっちゃ広いねんけど、実は。最終的にここのやつとか倒すんかな。倒すっていうか盗むんやろうね。帰ります。結構時間過ぎるの早いから、一日一回薬買ってあげなかの結構きついかもしれん。もしかしたらもう、ほら、最近すでに薬を与えて言っちゃってんもん。待ってください、結構時間経つの早いね、このゲーム。もうちょいゆっくりさせてくれよ。どれにする？買うぜ。万能薬、高いな、3000。まさかの足りひんやんけ。嘘。2800円だったら僕余裕やと思ったわ。売れるなんか。あー、でもないです。ごめんなさい。お大事。超鈴なりには薬やらなかんな。はい。飼育を肥やした消化が多い。オッケー、盗んどっか。それ、そいつらの努力でお金稼いでるわけやからな。なんか悪いことして稼いでるみたいな言い方してるけどさ。むずい、このゲーム。安息の地がない。いや、このゲームさ、マルチエンドらしいねんけど、一日でも鈴菜に薬与えられへんだ、トゥルーエンド意見とかあるから、結構厳しいぞ。最初は自由にやって、トゥルーエンドは見たいと思ってるけどね。
コメント見て初めて知ったんやけど、このゲームサムライドとか作ってるゲームと同じ会社が作ってるらしいね。じゃあなんかストーリーは結構ね、トゥルーエイド期待できると思うよね、ああいう系のゲーム。めっちゃなんか警察に囲まれながらムービー入ったけど、はい、何ですか、偉そう。伊達政宗か、おい、伊達政宗か。改め役頭の天津、天津さん、江戸より来て盗賊の目付け役として着任したばかりである。まずいね。その天津様が何をでとぼきよって盗っ人であろう。まあ、見たらわかるねこの風呂敷見たらね、さすがに。まあよい。え、いいんすか。それよりお前に聞くことがある。お目付け役やろ、盗っ人の。いいんすか。俺に。江戸より逃げ落ちた愛之助という盗っ人を探しておる。あ、兄貴。なんかやらかした兄貴。当たりがあろう。愛之助。存じ上げます。知らねえな。そうか。わしが来たからには。仕事は控えおくが身のためだ。ヒゲさすってたのかもしれんけど、ヒゲに手当たってなかったよ。お縄にするぞ。はい、すいません。こんな普段の散歩ですらそんな甲冑着てるんすか、天津さん。動きにくくないですか。僕そんなストレスでどうにかなるわ。僕そんな着て散歩するのあれたらなあ。こんな一般人ですら僕すぐ見つかって警察に囲まれた。ほら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 、あんな天津さんができたら困りますよ。天津さん、勘弁してくださいよ。このゲームめっちゃ難しいねんけど、そこら辺歩くだけで僕見つかんねんけど、僕が下手なだけ。とりあえずこの魚盗みたい。お、危ね危ね、ほらほら、これ盗んで、盗んだ盗んだ、一刀両断。はい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 、ほらバレた、ほらバレた、ほらバレた、これむずいんよ。戦える、どうだ、よくない、どうだじゃない、よくないよ、見捨てます、見捨てます。一回下がったらあかんねんな。そういうなんか、ビビっちゃうところがあかんねんよな。僕、泥棒向いてへんわ。まで万引きとか泥棒とかしたことないからさ、小村さん。かぁ。ちょっと今まで正しく生きてきた人には難しいゲームやね。僕みたいに。あ、はまっちゃった、はまっちゃった。危ねえ。危ねえ。あ、もうスタイリッシュすぎてバレへんだな。あれもしかしたら恋かなって今思ったから。恋の恋のぼりかなって。人ではないやろうなと思った。わぁ、危ねえ。俺らダンサーかなって。別に怪しいやっちゃうやな、今のはって。うん。これよな。ミスディレクションを発動させた時に華麗に盗みたい。普通に殴るのじゃあね。あ、危ねえ。大丈夫か。ふう、一刀両断。じゃあこれバレてんない。これバレてるんよ、多分。バレてん、バレてん。おー、よっしゃ、バレてん、バレてん、バレてん。オッケーオッケーオッケー。どうだ。今ね、あそこにある魚を全部盗んでこいっていうミッションがあるんですよね。あ、風呂敷を引っ張らし、回収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 。くっ、バレた。これはダサい。クソダサい。中投げてんよ。お金投げてんよ、あいつ。あ、今はダサかったな。泥棒が盗んだもん落として、それ急いで回収しようとしてバレるっていうね。はい。一刀両断。かっこいい、この姿勢。はい。からの、あー、今のは間に合ってたよ。絶対間に合ってたって。うわ、やばよ。ちゃうねんちゃうねん。ずっとここ行ったり来たりしてんねん、シャンクス。めっちゃダサいよ、君。最終的に僕めっちゃ成長できんのかな。この動画シリーズ後半には華麗に盗んでんのかな、この魚ぐらい。はい、からの、はい。一刀両断、どういう体勢いちいちこのエフェクト入るのめんどくさいんやけど。いいよいいよ、盗んで盗んでる、盗んで今日見つかってる。はぁ、はぁ、ステキポイント稼いでこ。あかんの、あかんの、難しいよ、このゲーム。いっとー、やめてください、やめてください。人殺し。煙取りをしよう。さっきまで散々行ったり来たりしてやり取りしてたけど、もうご利用しよう。こっちは効率いい気がしてきたわ。オッケー。お、素敵点が1000ポイント増えた。魚がダブついて大成功。大成功ちゃうよ。何回やり直したと思ってんねん。ゲーム内時間やったらもう15時やん。3時間ぐらいこう頑張ったわ、この世界で。アホかよ。とりあえずこれでサブイベント一つ終わったんやけど、サブイベントこんな感じなんですよね。とりあえずなんかメインストーリーか話すんまでは、黙々とやっていこうと思うけどな。さあ、外笠屋敷？午前会入った場所やん。これなんか白菜取ってこいって言われたんやけど。白菜白菜。
失礼しまーす。はいからの盗みます。あ、盗めた。ん、ムービー入ったけど、ん、誰か来る、誰か来る。おー、サイレンシュ手出てる。お、誰や、ネームドキャラか。で、男女どっちや。筋肉質な男やな。バカ力だ。確かに。あれ、泥棒。ちょ、なんすか、なんすか、やめて、痛い。失礼しました。2時間やって、メインストーリーほとんど進んでんねんけど。メインストーリーの進め方がわからんっていうね。とりあえず、これをシュートしてあげたな。あいついつも邪魔やねんな、ほんま。よいしょ。あ、ちょっとごめんなさい。バレた。大丈夫か。よし、バカで助かったぜ。どこに行った？ここにいるよ。はい！どこに行った？ミスディレクション？エビゾウよ。誰？あ、師匠っていうか、わざわざ教えてくれる人。その箱は瓶箱、持続化風呂敷を蹴り込むべき。では、蹴り込むとは何か指定してる。やったことあるし。え、知ってるよ。え、今更、なんすか？知ってるよ。なんか、まさかり同胞の足バージョンやろうとしてるけどさ。知ってる。知ってるよ。お城でもやったことあるし、なんならこの瓶箱にも入れたことあるし、何回か。なんすか、急に師匠。ちょっと、今そういうとこじゃないんですよ。危ねえ。お、どうした？イベントか？エビゾウ、はい、兄貴か？おお、はい、その針金があれば動けるんですよ。盗人の針金ね。なんか、兄貴声小さいっす、聞こえないっす。はい、そりゃそうでしょうね。兄貴、ムービー中に、挟むのやめてくれへん。じゃあね、今これやろうとしてるんですよ。5つのネタこなす間、5つのミッションこなす間に何者にも目撃されるべからずやろうとしてるんですよ、兄貴。それはずるいですって、今の絶対無理やん。ああ、兄貴が話しかけるから。さあ、なんか、万引きって言葉あるやん、みんな。あ、こんにちは、どうも。みんなのさ、万引きって言葉あるやん。万引きってなんでなくならへんねやろなってね、たまに考えるんよ。なんかたまにさ、ネットとか見てたらさ、万引きって言い方がわかんねん、もうこれ窃盗って言えよとか、そういう意見よく見るんよね。これ見るとき僕いつも思うよね、万引きと窃盗って一緒じゃねって。万引きのレベル高いのが窃盗なん。僕これ同じぐらいだと思ってんねんな。お前万引き犯や、お前窃盗犯やって言われたらさ、全然どっちも不快やねんけど同じぐらい。なんなら僕、万引きの方が不快まである。万引きってさ、なんか、下ネタやん、名前が。もう言っちゃってるもん、パチンコみたいなもんよ。パチンコのツイートになるもんが僕、万引きやと思ってんやけど。ねえ、もうねえ、パチンコは後半が下ネタやけど、万引きはもう前半かせやばい下ネタ入ってるやん。これマジでどうかと思うねんな。これ名前考えたやつ、マジでね、頭中学生すぎやると思うねんな。万引きって、最低すぎる下ネタ。もう僕嫌やもん、万引き犯って言われんの。万引きしたことないけどさ、僕万引き犯って言われるぐらいだったら窃盗犯って言われたいな。それぐらい僕万引きっていう言葉嫌い。みんなこれ、絶対これ誰もおかしいと思わへんって僕いつも思うんだ。これ万引きしたってさ、クラスメートが万引きしたってさ、別にクラスメートでも万引きしたとか見たことないけどさ、万引きって言葉僕マジで僕気軽に使うよねって思うからね。万引きって言葉あれや、文字あれや、万引きって。万引きの引きってさ、漢字あるやん。引くって漢字やろ？万引きの引き。ねえ、その漢字の引きのさ、二画取ってみ？最初の二画。これカタカナのこうになるんですよ。もうこれ赤いよね。確信犯よね。この漢字作ったやつ。万引きという漢字を当てはめたやつも最低。完全にパチンコのツイートなしてしまって、もう口に出すのすらおぞましいもんな。なんか、ツイッターとかでよく言葉がれとか好きな人らいるやん。ああいうアホな人らいるやん。嫁って言葉使うな。嫁って言葉はもうなんか、それって女性蔑視ですよねとか言う人らいるやん。もうそういう人らに万引きのね、これ教えてみ。そういう人らはこの万引きって言葉を知った瞬間すぐ炎上すると思うもん。でもあいつらアホやから気づいとらんねんな。この万引きというダビンチコードに。
いや、教えるべきなのかもしれん、もしかしたら、あいつらに。そうすることによっても、万引き犯って女性蔑視ですよね、それって女性蔑視ですよねって暴れさせたらさ、万引きということはなくなるんじゃないのか、僕はそう思うね。みんな僕が言い始めたって呼んでいた、僕巻き込まれるのごめんやから。で、いつになったら、メインストーリー進むんですか？エビゾーさん、シャンクス、もう3時間やってるんやけど、このゲーム。いつ進むの？もうちょっとこのプレイ具合から僕の成長を見て取れないの。これが3時間の成果です。話は進んでません。出した、なんかいいのない？なんかいろいろ増えてるわ。なんか増えるけどね、メインストーリーに繋がる話がどれかわからへんな。愛之助。愛之助って誰やったっけ？もうあれやん、僕、兄貴の名前すら忘れたもん。愛之助って愛蔵団とか言ったらな、これ愛之助って兄貴か？これ兄貴のイベントか？腐敗臭の謎、これちょっと言ってみるか。大社大社で腐敗臭が漂い、みんなよからぬ噂をしている。匂いの正体を突き止めるのだ。なんか泥棒の仕事と思えへんけどね。これちょっといくか。そのネタは隠密ネタで、誰にも見つかっちゃならないネタだ。ネタを受けている最中は地図が晴れ。誰にも見つかったらあかんのね。あれ、これ進む？もしかして。え、僕ついに見つけた？いや、一応ね、なんかちょくちょく大事なイベントっぽいのはやってるんですよね。進めて、いろんなところの鍵とか、僕今見つかったみたいですもうミスりました、早速。あ、終わったわ、畜生。え、これやり直せません。すいません、すいません、こんな早く終わるつもりなかったんですよ。すいません。大丈夫やな、もう一回受けれるよね、このミッション。ちょっと待って、一回、今めっちゃ分かりにくかったけど、一瞬で見つかったやん。これ見つかった理由が、僕今ちょっと見つかりやすい環境にいるんよね。僕なんで僕がハードモードになってるのか分かった、最近。あの、似顔絵っていうシステムあったやん。あの似顔絵がね、今僕にめっちゃ似てるんよね。今世間中に貼られてる似顔絵が僕にめっちゃ似てるんよね。それを下げなあかん、その似顔絵レベルを。似顔絵レベルを下げるには、なんか、看板を盗んでいかない、似顔絵看板、そこら辺に立ってる似顔絵看板をね、盗んでいかないといけないんですよ。ちょ、それやってくるわ。今ちょっと難易度高すぎる。適当にミッションこなしながら、似顔絵レベル下げていきます。この看板ね、この看板似てれば、アップデー、ふぅ、いい、ゲット、美しい。いや、もう3時間もやってるから多少は慣れてきましたよ。こう、人相掛けの看板をどんどん盗んでいくと、僕の似顔レベルが下がって、多少は安全になるんですよ。今も歩くだけ今なんか見つかろうとしてるやん。似顔レベルが低かったらね、普通に歩いててもまず通報とかされないんですよ。最初にこれ分かってへんだ。てか、ちゃんとチュートリアル出たんやけど、全然見逃しちゃったらちゃんと読んでへんだわ。大丈夫です、大丈夫です。ウェイ、ふぅーからの、ドロボーン、ナイスー、はいやー。ウェイ、見つかった、畜生。難しいんだよな。どうだじゃねえよ、ミスってんだよ。何すかこれ、なんか始まったね、サブイベント。基本的にサブイベント始まるけど、サブイベントのムービーやからあんま関係ないねんな。はい。小さいな、お前ら。じゃあ盗んどっか。この奥になんか、お宝のある船があるんですか？お、なんかすごいやつ。え、あいつ、弁慶ちゃん。めっちゃ刀持ってるやついんで。盗んだろ。弁慶さん、こっち向いて。こっち向いて。ミスディレクション仕掛けたい。弁慶さん。はい。小村ミスディレクションからの盗む。どうやって盗んでんの、これ。ありがとうございます。刀束ゲット。ありがとうございます。俺もあいつ盗まれたことにさ、気づいてんから。運がなかったと諦めなつけてますよ。どれや、目的とも戻れや。今一応ね、ミッション的に釣り竿を探してんねんけど、これか。この釣り竿ね、目的でも分かりにくい。からの盗む。よし、ナイス。一刀両断。一刀両断。ふぅ。え、なになになに。まずい、いっぱい人来た。ミスディレクション連打で逃げるしかない。え、バレてるやん。どうした？え？ん？今誰？なんだ女？え、女に見える？
こいつは。そういうとこじゃないけど、警察に囲まれてるんですよ。さっき。さっき。スリア。力使いやぎか。今そういうとこじゃなくて、だから警察が周りに。シャンクス？シャンクスそれどころじゃないで僕ら。あれ、どこいんだこれ。ねえ、お夏が呼んでくる分近いっすよ。何の話？何してた？何してた？急に何始まったん？殴ればいいの？どうやって跳ね返すん？跳ね返し方わからへんけど。じゃあ、お夏さんだって体当たりしてきたよ。どういうこと？あの、風呂敷が邪魔、風呂敷が邪魔。風呂敷って。来いよ、ほら、お夏。ほら。はい！どうやって跳ね返すんよ。どうやって跳ね返すの？どうやって跳ね返すの？パンチじゃないんか？蹴りか蹴りか蹴りか、タイミングよく。はい、あ、こういうことね、こういうことね。滑ってくるよ。いつタイミング難しいし、死んだし、死んだし、初めて死んだわ。お夏、急にできないやねん、こいつ。そいつ、お願いします。打ち返せって言われて、蹴りやと思うか？何言ってきてんねん。急になんなん、こいつは一体。はい。フェイス、よいよ、痛み分け、来いよ、ガーって来いよ、ほら、ボケ、おなつき、はい、気持ち早め、気持ち早め、気持ち早めや、無念、難しい、難しい、難しい、むずすぎる、ね、これ、厳しくない？このゲーム、なんでこのタイミング守備やな、腹立つわ、はい、びっくりだよ。4回目のチャレンジなのに一発も打ち返せとかあんの？一回行け、一回行け、一回行け、シャンクス、一回行け、シャンクス、シャンクス、シャンクス。うん。足強いね。はい。ナイスを。腹立ったわ、こいつ。もうそういうところじゃないの。落ちたやん。どうなってんねん。え、まだやんの？まだやんの？どういうこと、どういうこと、スリってそういうことちゃうやろ。バレたらもうスリはせん方がええよ。はい。うわ、もうスリの技術じゃん、それは。だから。おら、スレ、スレ、スレ。わかんとしよう。これじゃスレねえ。はい。じゃあ、測定できん。あ、できたわ。お、うまい。いいよ。あ、今ごめん。風呂敷ないんか。風呂敷回収、風呂敷回収。ちょ、女の子、こんどいて、こんどいて、おなつさん、こんどいて。いやー、もう夏は終わって、もう冬が始まるところやねん。夏くんな。よし、風呂敷回収、来た。やめてー！いやー、強い。これどっからどっからどっから、サッカーからやめてや。僕サッカー嫌いやねん。いやー。ちゃうやん、ちゃうやん。僕3時間頑張ってさ、やっとメインストーリー進める足がかりをつかめたところなんですよ。なんで今こんなことさせられなあかんの。はぁ、蹴ってるやん、蹴ってるやん。あー、オープンワールドの悪いとこ出てるわ、僕の。なんかオープンワールド僕本筋進めるの下手ない？ 3 時間も話進めないことある？このゲームやってて。僕だけじゃん。アンクス、ええやん。サッカー勝負持ち込まんでええやん。最初体当たり勝負してたやん、ムービーでは。なんでサッカーに持ち込んでんだ、意味わからんの、そっから。ああ、なんも全くできんわ。あかん、もうイライラが止まらん。イライラが止まらん。また1円も盗めてませんけど。なんでやねん。ああ。なんでこれで跳ね返せんの？たまにタイミング完璧な時あるやん。これは僕悪いけどさ。むずすぎ。何このタイミングで。後ろ回って、敵が攻撃してる背後に攻撃した方がいいんかな。あー、怖い怖い怖い。今なんか盗めてるね。なんでそんな優しく盗むの？シャンクス、もう殴れ殴れ。殺せ殺せ、もう。じゃあ、ミュボタン間違えた。なぜちょ、10円ずつ盗め。もう、いや、殴ったらええやん、こんなやつ。向こう殴りきれんやから。ああ。うまい、うまい。来たよ。これ、あれか。サッカーボールキック出す？よし、これや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 、これ、これ。違うな、違うな。もっと、100円くらい一気に盗めんの。怖い、怖い、怖い。
いや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 普通にもう10円ずつ少しずつでいい。40円盗むのでかいよ。ボタン間違えた、側転しろって。たまにボタン押してもしっかり側転してくれんときはマジ意味わからん。走ってくれ走ってくれ走ってくれ、うん、よっ、4円って4円ってふざけんなよ。盗んだれって、うん、おにぎりかおにぎりか、あれ買い替えてるか、欲しいな買い替えてる。あ、こんなこと言ったら、ちょ今相手いっぱいね、万病の薬これ捨てられへん、今いらんわ、おすずのための薬やけどこれ捨てられへん。ちゃ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 、あぶねえ、あかん、もうアイテム拾え拾え、もうアイテムいい、んんんん、あ、よし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 、いっていった、強いなあんた。あ、それはこっちのセリフや、お前の方が強かった、めっちゃ強かったお前、あんたも盗人だろ、だからちょいと始末しとかなきゃと思ってさ。20回ぐらい始末されたわ。ここいらで仕事されたんじゃ、あたいらの邪魔になるからね。タイラ、ラ、あたいら、銀ガラスさん、ね、あ、銀ガラスなん君。しかし銀ガラスは女は入れない。あ、そうなん、女人禁制な。一体いつの話だい。銀ガラスには浪人、無宿人、女だって大勢いるよ。しかし体制変わったよ、ね、お前は噂に聞く銀ガラスらしくないな。仕方ないんだよ、子供らを食べさせるためには。完全音かと思ってた。子供を売って生き延びるっていうのがどうしても嫌でさ、それで銀ガラスに。ああ、じゃあ仕方ない理由があるんやね。子供のためか、なら見逃してやろう。優しい。あんたは親の気持ちがわかるんだね。親やからね、こっちも。いいさ、早めにちょっと僕の目の前から消えてくれ。今僕だいぶ苛立ってるから。ありがとうよ。仕草が腹立つ。いや、めっちゃ難しかったわ、なんか。なんかめっちゃ難しかったわ。今日もこれで終わっていい？なんまた進んでへんけど、今回も。疲れたわ。ありがとうございました。